さん、僕、エーペックスやります。僕は、エヴァンゲリオン初号機のパイロット、猪狩慎二です。あら、しんちゃん、今日はなんだか喉の調子が良さそうね。今日は勝てそうだわね。毎回毎回、私は感染ばかり。私だって、本当はエーペックスしたいのに、下手くそだって言われても、実は地道に練習だってしてるのに、ええ、私は下手くそですけど、でもやりたいんです。慎二さん。想像よりも長かった。ミサトさん、あやなめ、そいつリサバルだよ。僕の、ほら、この感情、まだ笑わないでセリフ全部引きってないから。なんでセリフ？ごめんなさい。ミサトさん、ごめんなさい。僕にダメージで勝ったら初号機パイロットって認めるよ。頑張ってる。でも君ハンマー持ってるんでしょ？じゃあ300ダメージくらいプラスしてあげるよ。なんでそのハンデ余裕だから300くらい。ミサトさんも頑張ってください。300プラスであげるんで。そしたら初号機いっぱいあるとなんで。分かったわ、ちょっとガチでやるわね。じゃあちょっと怒ってますミサトさん、なんかいや、2倍いる。ここやばい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 、ちょっとここどこやばいやばい、エイジンフィールド全開。ここちょっとやばいやばいやばい、これはもう早速やらかしたら。誰ですかジャンプマスター、ちゃんとやってください。ちょっと誰なのよジャンプマスター。あやなめ。ちょっと固めであっち行きましょう。ミサトさんが相変わらずガチだね。服がない、シンジに服がないの。全裸。あ、服がない。ミサトさん、青い服着てますけど、それ以上厚着する気なんですか？しんちゃんの、探してるのよ。めちゃくちゃ強欲かと思った。偽物さん、真ん中は拾わないのよ。偽物？誰のこと？あなた以外に偽物はいないの。なんて？大丈夫？あなたより偽物…かぶせるなよ、ボケ。初号機持ってきます。返事すらしないんですよ。あ、紫だ。あー、ちょっとここで偽物と本物の差がシールドに出てしまった。僕だってゼロ号機のいろんなやつだったらじゃない。偽物ほら、エヴァ持ってきたから。早く乗って。エヴァ持ってきた。シンジ早く、よし行こう。マジさ、でもすごい運転がすごい。上行きます。アムロ行きます。ああ聞こえてますか、こちら綾波、もしもし。いる。300方向。75ダメ。アーク割れてます。割れてます。シンジがアークスター下がった。やばい。下がって。下がりましょう。下がりましょう。下がりましょう。シンジやっと待って。あなたは死なないわ。待って、私が守るもの。無理みたい。待って、ごめん、当たってないわ。いって、いやっはっ、ちょっと。え、でも300くれるんでしょ。ゼロの目に300あげるってどうやそんなに世の中あんまくないだろ。シンジ、クソシンジ、どっちのこと呼んでるの。クソってついてるときはだいたい偽物、気にしないで。イカリ君、あなたの子供は割と綾波の何言ってかわかんねえよね。汚いな。いや、刺さらないんだよな。ミサトさん、マジで毎回めちゃくちゃ悔しそうですよ。一番エーペックス楽しんで。かわいいでしょ、バナー。バトルパス終わらしたから。めちゃくちゃやってますね。バトルパス終わらしたってめっちゃやってるじゃないですか。終わらせてもらったのに。あ、じゃあ今のところは、今、声がふわふわしてるわ、俺が。面白い。ふわふわのところも入れてください、声。今日天ぷら食べたんだ、美味しかった。天ぷら？マジ普通に雑談し始めた。何の天ぷら？お好み定食。どういうこと？美味しいの。そこの名物はイカの塩辛。何の天ぷら食べたか聞いてんだ。ちょっと情報量が多すぎて。塩辛天ぷらってこと？違います。あ、天ぷらはさておき、そこはイカの塩辛が美味しいっていう話。だから情報量が多い。定食は食べたの？定食は。天ぷら定食のお好みっていう。ミサトさんは今日晩ご飯何食べたんですか？今日はね、卵焼きがあったな。
シンジは何食べたの今日？僕チーズバーガーセット食べた。マックだなめっちゃ。ちょっとちゃんとしたもの食べなさいよ。ララララララ。どっち？右か。ちょっと待って。一回引こう。一回下だここ。ちょっと一回奥巻いて逃げます。オッケーオッケー。撃たれてる撃たれてる、やばい。見えな。全然見えな。やられちゃう。巻いてもろって。あ、やばい間違えた。やばい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 。レベナントだった。いや、これはあー、もう一人。イカリくん、二人、ダウンしちゃったわ。どこにいるか、イカリくん、どこ？ごめん。やっぱりちゃんとしたもの食べないと勝てないわ。マジでやばい。今、何ダメージでした？いや、ちょっと見てないわ。え、これ言わない方がいいんですか？いや、見てないから。ミサト300持ってるから大丈夫。大丈夫かな。ちょっと心が折れてきた。ちょっとやばいな。もうダメかもしれん。もう泣いちゃう泣いちゃう泣いちゃう、もう泣いちゃう。シンジ、ミサトさんなんかちょっと励ましてあげて。ミサトさん大丈夫だよ。どうしようどうしよう、頼りない。からガチで行きましょう。ちょっと失礼ね、カツラギさんさいつもガチよ。そうよそうだよ。いや、じゃあこっからちょっとガチでいきましょう。ちょこれで、じゃこれで結果出なかったらちょっと次も飲みます。どうぞ。僕飲みます。来てます。来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。でもここを漁っていかないと、もうちょっともうちょっと信じやめます。あんた誰？パチューですけど、はい、敵一人やってく。わー、57ダメ、最高ね。あ、いる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 。あれか、60ダメです。お、60ダメ。ちょっと待って、ここいますね。はい、ちょっとだけ詰めます。いけます。了解。ガチモード、ここですね、全開。どこ、あれ、どこだ。奥ですね、奥ね、と結構遠めです。こちら全然当たりません。遠めで OK。 弾が全然当たりません。今ガチってるから、ガチってるからバチってるのに。126ダメ。一人割れてます。オーケーっす。ナイス、打ってる。あー、ナイス。あ、でもすぐ近くにいる、そこで、すぐそこ。オーケーっす、右にもいる。あ、後ろ、後ろ取られてる。オッケーっす、後ろ取られてる。ここっすね、後ろスナイパーがいる。あ、そいつ割れてる。シンジの方がやばいかも。シンジをカバー。あいつ割れてる。やり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 、はい、待って、別パ、まずい、別パ、まずい。ジブラルトル割れてる。やばいジブやりです。ナイス、ジブやり、ジブ割れてる。あとこいつ、やべ、こいつも一人。よし、ナイス、ナイス、チャンピオンも倒した。危ない。声がプレイにも影響するっていうこと、素晴らしい発見ね。報告しとくわ。誰に？お父様。お父様？お父様？あやなみ、にわかながらあんま喋んない方がいいよ。なんだっけ、名前。怒り指令？怒り指令だ。怒り指令に報告しておくわ。こっから使って。撃ってきてる。あ、近い、めっちゃ近い。近い。ヘビの弾は？ヘビちょっと上に落としちゃった、ごめん。上。大丈夫、あるわ。ヘビはまだ。そう。なんて？あやなみ。ヘビは大丈夫、この先もあるわ。なんかボケたのかと思った。いつでも何でもボケると思ったら大間違いよ。情緒か。あ、高年期なんで。いや、高年期。美里さんは落ち込んでるし、綾波は高年期ババアだし。いや、やばい。あ、来てる。今回復あったわ。やばいっすよ。うらやーべ、さっきのスナイパーのやつだ。オッケーっす、痛い。そっちの方まで。カツラギちゃんの方に。やーぶろ、ま、紫だ、あいつ。やめてー。シンジ助けるから、ちょっと待ってね。行くわ。あ、後ろに、あれを2人でいける。待って、どこにいる？上っすね。中に3人います。中に、上に3人います。割れてる、ブラハ割れてる。了解っす。ナイス、もう一人割れましたね。オッケー、今のうちに畳みかけましょう。回復されちゃうかな。回復されちゃうかも。あ、めっちゃいる、ここやばい、あぶねー。弾が全然当たらん。くっそー、ここめっちゃロー、激ロー激ロー。上、オッケーっす、オッケーっす、閉じ込めてる。激ロー。マジ？勝てたわね、揚げ物があれば。
秋葉のとっけら綾波だけだから今面白い気持ちになってるやってるさんには結構落ち込んでるからちょっと持ってきてもいいですか、はい、いやすいませんほら、なんか金武器なんで呼び捨てにしてんだよ、お前誰だよお前こそ誰だよパチシューって呼び捨てにすんなよ、俺呼び捨てにされる嫌いなんだよパチシューパチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。